一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、この礼拝の時を心から感謝します。今日もどうぞ御言葉をあなたが私の心に届け、豊かな恵みを味わわせてくださいますように、そしてあなたの愛を深く知ることができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日私が学ぼうとしている箇所は新約聖書のガラテヤの信徒への手紙第5章からです。こう書いてあります。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結びついていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。実はパウロは非常に深刻なといいますか、とても大切なことをここで教えています。私たちはイエス・キリストを信頼することによって自由の身とされました。しかし自由の身とされたというのは、言い方を変えればそれ以前は私たちは奴隷の状態にあったのだということになります。私たちはあまりそのことについて自覚していないし、いや私はある程度自由ですよと思っているかもしれませんけれども、でも実際はパウロは非常に明確に、だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりませんと語っています。奴隷の首輝き、あまり私たちは奴隷という言葉にはこう馴染みがないですし、本当のところどういう状況なのかなかなか想像することも難しいですけれど、でも奴隷の身というのは束縛されており、全く自由はない、自分の意思とか自分の頑張りに関係なく、ある存在にずっと押さえつけられたままで生きているという、非常に不自由の塊のような、そんな生き方につながっています。新約聖書の中を見ると、奴隷という言葉は随分数多く使われています。パウロの文章の中にもたくさんあるんですけれども、新約聖書の中には奴隷という言葉からこうピックアップしていくつかのヒントが見えてきます。その前に、林成幸という、脳科学者の先生がいらっしゃいますけれども、その方がとても素晴らしい本を書きました、脳に悪い7つの習慣という本です。脳に悪い7つの習慣、これをやめれば、この習慣をやめればあなたの脳は10倍活性化するという、表題がついている、本で、非常に面白い本でした。私も早速買って読んでみましたけれど、その本の中に、その本の最初のイントロダクションの部分にこんな文章があったんです。人間の脳というのは実に不思議なもので、脳、特に脳細胞はもうその生まれてからすぐずっと3つの傾向を持っているのだ、あるいは3つの欲求と言ってもいいかもしれません。それは生きたい、知りたい、仲間になりたいという欲求だとおっしゃいました。人間はどんな人でも脳細胞自体が、あるいは体全体がと言ってもいいかもしれません、生きたい、知りたい、仲間になりたいという意欲を持って作り出されているのだ。しかし私たちの経験上分かるように、大人になっていくプロセスの中でいつの間にか、ああもう死んでしまいたいと思うことがありますし、ああもう何を知ったところで大したことはないよと言いたくなるようなことがあるし、仲間になんかなりたくない、自分で一人で勝手に生きていた方がどんなに自由が多いか分からないと思うような、そんな、つまり生きたい、知りたい、仲間になりたいというのと反対の言動を表明することがよくあります。ある意味でそれは不自然な出来事ですけれども、そういう状況を作り出す、あるいはそういう状況の中に縛りつけるような力がこの世の中にはあるのです。奴隷の状態というのはまさに
生きたい、知りたい、仲間になりたいということを縛りつけて、まあ、もっと丁寧に言えば神が生かしたいと思う方向、神が知らせたいと思う方向、神が身内であることの祝福を味わせたいと思う方向、それらのことに反してそんなものはいらないと言わせるような力に縛られているのが人間の姿だとパウロは言うんです。先ほど言ったように奴隷という言葉がたくさん出ていると言いましたけれども、例えばヘブライ人への手紙の中にはこんな言葉がございます。ところでコラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでしたとあります。死の恐怖による奴隷状態、死の恐怖というのがあるので、本当のところ自由に愛することができない、なかなか自由にこう長期的な展望を持って愛ということを語りにくい、死の恐れがいつもそこにあるので、いつもおどおどしてしまう。それからローマの信徒への手紙の中の3章にはこんな言葉があります。ではどうなのか、私たちには優れた点があるんでしょうか。全くありません。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪の下にあるのですと、まあ、罪というのは的外れという意味ですけれども、強いて言えば神に対する意図的な反抗心と言ったらいいかもしれません。神様嫌いの心、神が右に行けと言えば嫌です左に行くという、まあ、こう神に逆らう心、傾向性をいつでも持っている。そしてパウロはユダヤ人もギリシャ人も皆罪の下にあると言ったんですね。罪というのは私のポケットにあった、あ、ありました罪がというのではなく、罪の勢力というのは私を縛りつけ、私をその奴隷状態に陥れるような、そういう力を持ったものなのだ。死の恐れとか罪の力というのは私たちが生きたいと願うことをくじく力を持っています。ああもうダメだ、ああもう私なんかダメだとすぐに言わせたくなるような状況に私を追いやってしまう。さらにガラテヤの信徒の手紙の4章の3節にパウロはこう書きました。同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として使えていましたという、世の中を支配する諸々の霊という表現があるんですけれども、まあ、いわばこれはですね、私を惑わす力であって、本当はこれが正しいことだと神が教えているにもかかわらず、いやいやこっちがいいよあっちがいいよと私を惑わして、私たちに本当のことをこう探らせないようにする力があるのだ。そういう力がいろんなところに散、もうそれこそ、散っていて、そういうところに私はのこのこと出かけていって、そういうところにこう縛られてしまう、そういうところに捕まってしまうという奴隷状態になってしまう。要するにね、なかなか落ち着いて自分のことを考えることができない、なかなか本当に真剣に落ち着いて神が何を考えていらっしゃるんだろうと落ち着いて考える力がない、あれもこれも知りたい、でも本当のところよくわかんないけど、なんかこっちの方向、なんかあっちの方向と定まらない、こっちの方向を考えていると、なんか気になって別のことが気になって気になって落ち着かなくなってくる。神が知らせようとしている事柄をなかなか落ち着いて、分かりました神様教えてくださいという心は定まらない、神様の教えようとしている事柄に集中できないような状況の中に私たちは縛られてしまっている、奴隷状態になっているとパウロは言うのです。さらに人に対する恐れというのもありますね。あなた方は身代金を払って買い取られたのです、人の奴隷となってはいけませんとパウロはコリント第一の手紙の7章に書きました。人の奴隷となってはいけない、私はいろんな時に人の奴隷状態になる、人のことを恐れ、人の評価を恐れ、人からの評判を恐れ、なんかいつもおどおどして自分で決めなければいけないのに、ああ、あの人はどう考えるだろう、あの人はどう思うだろう、あの人にどういうふうにこう取り扱われてしまうだろうというのを考えすぎて、本当に自分で決めなければいけないことを落ち着いて決める力がない。そう、それらのことごとがみんな私に降りかかっているので、神が生かしたいというその方向を見定めることができず、神が知らせたいと思っている事柄に集中できず、
神が仲間にしたいという思いを持っておられるのに、その愛がわからない、奴隷状態にいるのだ、まあフリーズ状態と言ったらいいかもしれませんね。もう本当に身動きが取れないような状況にいるのだ。C.S. ルイスという人が書いた有名な本にナルニア国物語というのがあります。7巻で、完結している、非常に有名な、まあ、児童文学の世界では非常に有名な本です。そのうちの一番最初のイントロダクションの役割を果たしているシリーズのうちの一つは、日本語のタイトルがライオンと魔女というタイトルになっています。正確にはライオンと魔女と、衣装ダンスというのが正確な名前なんですけれども、日本語の本の題名はライオンと魔女ということになっています。非常に素晴らしい本です。 C.S. ルイスという人が、まあ、あの地域というかイギリスやあるいは、アイルランドとかあの地域にあったいろいろなその神話であるとか伝説であるとか、童話であるとか、そういうものをこう持ち込んで、キリスト教の真実、キリスト教が教えている事柄を子供に分かるように、説明的に書いた文、まあ、おとぎ話のような話ですね。でそのライオンと魔女という第1巻の本の中に、白い魔女といいますかね、冬をもたらす魔女の存在が出てくるんです。でその魔女は特徴がありまして、自分の言うことを聞かないものを石に変えることができると、ね、世界は春がやってこない、雪の中に冬の中に閉じ込め、そして、人々を石に変えてしまって、それこそ人々を全く身動きできないようにしてしまうというような力を持っている存在が出てきます。でそれに対してアスランという名前のライオンが出てきて、そして最終的には勝利を収めるという、解放があって勝利を収めるというストーリーなんですけれども、その本を読むとですね、ここで言われている奴隷状態というのはどういうことなのかというのがよくわかります。奴隷状態になる、ルーシーとか、エドマンドとか面白い少年少女が出てくるんですけれども、ついついこう魔女の方に引っ張られていく様子、ついつい魔女の言ってることの方を信じてしまう、そういう様子が非常に見事に書かれています。罪に陥りやすい傾向性、そしてそういう中に陥ってこうなんて言うんでしょうね、目がくらまされてしまうというか、奴隷状態になっていく様子が非常に丁寧に書かれていて面白い。いずれにしてもパウロは、私たちはかつては奴隷のような状態だったのだ、しかしキリストがやってきて、そういう状況にあった私たちをさまざまなその奴隷状態から解放してくださった、しかも解放するためにキリストは計り知れない犠牲を払われました。パウロはローマの信徒の手紙の中に有名な言葉を残していますけれども、ローマの信徒の手紙の3章の中にこんな言葉を彼は書いています。前回も読みましたけれど、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、つまり奴隷状態になっているんですね。で、神の栄光を受けられない、つまり神からの救いを得られない、神からの自由を得ることができないような状況になっている。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。キリストの命がかけられて、そのことのゆえに私たちの罪が償われ、そして贖いという言葉を使いますけれども、それこそ奴隷状態になっていたものは買い取られて自由の身になった。ところがですね、そういうようなことを聞いてガラテヤの人たちはよかったと信じるんですけれども、でもしばらくするとまたこの奴隷状態のところがなんとなく恋しくなって、そこに戻っていくという愚かなことをしているとパウロは指摘する。不思議ですよね。一旦奴隷状態になったものは解放されて自由になったって喜んでいるにもかかわらず、いつの間にかまたそっちの方向に戻っていってしまう傾向があるというのは残念なことですけれども、人間の心理といいますか、人間の性格から言うとよくわかります。つまり救いを受け取る、大いに喜ぶ、そこまではわかる。
ところがその状況に慣れてくると、いつの間にかだん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 心の中の傲慢さが育ってきて、気をつけないとね、心の中の傲慢さが育ってきて、それはキリストの救いも確かにいいけど、でもやっぱり私が救われたのはキリストの救いと、私も頑張って教会に行ったし、私も頑張って献金したし、私も頑張って奉仕をしたからだと思い込みやすい。そしてその思いの奴隷状態になってくる。そうするとキリストの救いっていうけれども、キリストだけがやったわけじゃなくて、私だって多少救いには関与したのさと言いたくなるような思いが出てくる。例えばそれは立法主義と言われるものであり、例えばその当時のユダヤ教の色彩の強いクリスチャンたちは、キリストを信じることは大事だけれども、それに加えて割礼を受けなきゃダメだと教えたわけですね。割礼を受けなきゃダメだ、あるいはそのユダヤ教の色彩の中における習慣、さまざまなその、カレンダーの特別な日、祝祭日、それを厳格に守らなきゃダメだ、つまり恵みプラスという発想を強く押し出したクリスチャンの指導者たちがいたのです。パウロはそれに対して違うってこう言うんですね。私たちは恵みによって救われたのであって、人間の努力によって救われたわけではない。もし人間の努力によって救われたというのであれば、キリストの働きは全く無意味になってしまう。それがこの自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったんです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。という言葉でパウロは説明しているんです。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。深刻ですね。キリストが全部、もう、ペイメント、支払いを全部済ませてくださったのに、いやいや、私払いますよ、と無理にして、払わせてください、とこう言い張る。で、私が払ったから、ここに来れたのだ、と言い張る。それは愚かなことだ。それは極めてキリストを侮辱することだとパウロは言うのです。そうならないためにパウロはこんな勧めをしています。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により、信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。つまりまだ完成、私たちの日常生活において神の救いは完成していないように思われる。例えば私も失敗をするし、さまざまな罪を犯すことがあるので、神が救ってくださったと言っても、私が完成されたという、そういう意識はなかなか育たない、ないんです。にもかかわらず、私は自分の努力で救われるというね、その努力をすることで救われるという道を選ぶのではなく、パウロは義とここに、私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。私は不完全さを知っている。でも奴隷状態から解放され、救いの約束を受け取った不完全な人間であることを自覚している。でも神はきっと私を完成の日に至るまで導いてくださると信じる。私のようなものを神は変えて、完成者として神の前に立たせてくださる日があると希望して、それを信じながら生きている。実はそれが大事なことだ。さらに、キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。とこうパウロを書きました。イエスキリストを信頼して、自分はもはや、この奴隷状態から解放され、つまり罪の下にではなく、律法の下にではなく、欲望の下にではなく、キリストの下に生きている、神の愛の中に生きている、それを本当に確信しているのであれば、それを継続、その絆を、私の存在は律法の下にではない、罪の下にではない、御子イエスキリストの中に置かれているのだ、この絆をしっ
かり確認さえしていれば、割礼を受けていようと受けていまいと、あなた方日本人であろうとアメリカ人であろうと他の国の人であろうと、何もユダヤ人になる必要はない。あなたはあなたで、キリストとの絆がしっかりあるなら、キリストの愛を受け取り、キリストに知られ、キリストに愛されているということを思い出しながら、しっかりその道に沿って歩んでいくなら、それで十分なのだとパウロは進めるのです。でここにパウロは、私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいる。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切だと語っていますけれども、パウロはここに信仰と希望と愛という言葉を出しています。救われるために頑張るという言い方ではないのです。もうあなたは奴隷状態から解放されて、神があなたと共にいて、あなたはキリストの中に置かれているのだから、その絆を深めることで信仰と希望と愛と心の中にいっぱい神から注がれながら、それを神からいただきながら、その絆をしっかり握って、一歩一歩丁寧に、救われてるから愛の技を、救われてるからこそ、この希望があるからこそ、もっと深く神を知るという思いを生きていけばよいのだというのです。ここに解放の道があります。立法の下に生きているわけではない。私は奴隷状態から解放されているのだ。私は教会の奴隷ではないし、牧師の奴隷でもない。私の存在は、かつては罪の下にいたけれど、でもイエス・キリストを信じたとき、私の存在はキリストの下に、あるいはキリストの中に置かれることになったのだ。だから不完全さはあるけれども、キリストとの絆の中で与えられる信仰と希望と愛とをいただきながら、私は丁寧に一日一日を生きていけばよい。不完全な部分があるとしても、頑張って救われるぞということではなくて、救いはキリストによってもたらされていると信じて、そこに希望を託して、キリストの中に留まって生きるということは重要なことなんだ。詩編の23編の言葉はとても有名ですけれども、詩編の23編の最後の部分にこんな言葉がございます。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追うという言葉です。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。イエス・キリストを信頼しているなら、信仰と希望と愛とが備えられる。そしてそれが心の中に蓄えられ、それによって励ましを受けて前に進むことができる。他の言葉で語れば、神の恵みが途絶えることなく、途切れることなく、私たちを追いかけてくるのだと。毎日毎日、私は本当に足りないものなので、学んでも分からないことがあるし、時々つまずいて、ああもう生きるの嫌になっちゃうということもあるけれども、しかし神の恵みは、私を生かそうとする神の恵み、私を支えようとする神の恵みは、いつでも私を追いかけてきて、私をキリストの中に留め、キリストと共に生きる喜びを味わわせてくださるのだ。キリストの中に生きるということができてこそ、生きたい、知りたい、仲間になりたいということの充実した生き方を経験することができるようになるのです。あなたは今、救われるということのために頑張りすぎてはいませんか？イエス・キリストはもうすでに救いの道を備えてくださいました。だから、ありがとうございますって、それを信頼すればよいのです。私は罪のもとにいました。でも、キリストの中に置かれたことを信じます。どうぞよろしくお願いします。その姿勢は、とてもとても大切です。その姿勢を保ちながら生きるということで、神の恵みと慈しみとが私を追いかけてくるというスタートが切れるからです。一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、愛する方々と一緒に礼拝を捧げることができ、あなたの恵みに触れることができたことを感謝します。願うはどうぞ、私たちを奴隷状態から解放してくださったイエス様と共に、そのイエス様の中に生き続けることができるように、イエス・キリストの中に身を置いて、信仰と希望と愛とを養われ、本当に
イエス・キリストと一緒に歩む祝福を味わせてください。仰ぎ願わくは、私たちの愛する救い主御子イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊なる神の親しい交わりとが、私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。